1934年冬、乱歩は、久世光彦の小説。月刊誌、青春と読書に1991年2月号から1993年5月号まで、乱歩は散歩の題名で連載された。単行本は1993年12月に、刊行された。その後、新潮文庫に収録され、2013年1月に、 草原推理文庫によって二次文庫化された。第七回山本周五郎賞受賞。1934年、スランプに陥った江戸川乱歩は環境を変えるために麻布の超ホテルに泊まり込む。そこで探偵小説マニアの人妻や謎めいた中国人青年に困惑しながらも、スランプを脱するために幻惑的な短編、口なし姫を執筆する。 テレビドラマの演出やプロデュースで名を馳せた久世光彦が小説家として一役メジャーになった作品。江戸川乱歩をモチーフに独特の短美的な世界を醸し出し、読むものを幻惑させる。また、開業があまり見られないのも、本作の特徴他の作家に比べて開業が少ないのは、そこまで一気に読んでほしいという気持ちがあるから。本作は1994年の第7回。 山本周五郎賞を受賞した。その年の第111回直木賞にもノミネートされるも、高い評価と、もはや直木賞のカテゴリーを超えている等の否定的な意見で賛否両論となり、受賞には至らなかった。ありがとうございます。